サッカー女子日本代表、なでしこジャパンのレジェンド、澤穂希選手。逮捕なんて検索されるその理由とは？創価学会ではなんて言われる？原因や気になる噂を調べてみました。1978年9月6日、東京都生まれ。12歳で読売ベレーザに入団。15歳の時に日本代表入りして17歳でアトランタオリンピックに出場。20歳で渡米し5年間アメリカ女子プロリーグなどでプレオ。2004年に日テレベレーザに復帰。2009年アメリカ女子プロリーグに再挑戦し、2011年イナック神戸レオネッサに移籍。オリンピック4大会、ワールドカップ5大会に出場。2011年 FIFA 女子ワールドカップで優勝し、大会 MVP と得点王。2011年度 FIFA 女子年間最優秀選手。2012年ロンドンオリンピックで銀メダル獲得。2014年 AFC 女子アジアカップ初優勝。同年、なでしこリーグ300試合出場とアジアサッカー連盟殿堂入りを達成。国際 A マッチ出場197試合、82得点。リーグが発足した1993年当時でも、ボディコンタクトが激しいサッカーというスポーツを女子がやることは、それほど一般的ではありませんでした。そうした中、澤さんは随分前からサッカーを楽しんできたそうですが、それにはどんなきっかけがあったのでしょう。小学校に入る前、一つ歳上の兄が通っていたサッカークラブに遊びに行った時に、コーチから妹さんも一緒にボールを蹴ってみないかと誘われ、初めてグラウンドに入りました。自分が蹴ったボールがゴールの中に、吸い込まれていくその感覚がとても気持ちよく、すごく嬉しかったことを今も鮮明に覚えています。その時の記憶を胸に残したまま、小学2年生になった澤さんは、お兄さんと同じサッカーチームに入ることを熱望したといいます。澤穂希選手といえば日本の女子サッカー界を象徴する存在ですね。男子サッカーで言えばキングカズこと三浦和義選手、女子サッカーでは、澤穂希選手といった感じです。日本人のサッカー選手で史上最高の結果を残した選手といえます。簡単に経歴と受賞歴などのプロフィールを紹介させていただきます。まだ35歳なんですね。まだまだやれるはずです。あと5年いやカズ選手に負けずにもっと現役にこだわってほしいですね。利き足は両足かっこいいです。2011FIFA 女子ワールドカップで日本史上初の優勝に導く。5ゴール1アシストで得点王、MVP に輝く。2011年度 FIFA 最優秀選手賞受賞。これは男子で言えば FIFA バロンドールのことですね。男子、女子通じてアジア人史上初の快挙です。2011年ワールドカップを制し、日本を勇気づけたことで国民栄誉賞を女子サッカー代表として受賞。本当にワールドカップで戦う選手を見て戦う力をもらった、勇気をもらった。そういう日本人は多いのではないでしょうか。日本が大変な時期にあったあのタイミングでひたむきに最後まで身体を張って頑張り続けるプレーを見せてくれたこと、その姿だけではなく、結果を出してくれたことは、多くの日本人にとってとても大きなものだったと思います。優勝を決めた瞬間を思い出すと今でもうるおっときちゃいます。そしてさらに続けて、2012ロンドンオリンピックで銀メダルを獲得。など澤穂希選手が所属チームや日本代表で獲得してきたタイトルは、書ききれないほどあるので興味がある方はこちらを見てみてください。今では日本での女子サッカーなでしこジャパンの人気や認知度は格段に上がりましたが、ここまで女子サッカー界を引っ張ってきたのは、澤穂希選手の力が大きいのは経歴を見れば一目瞭然です。なんと15歳から女子日本代表に選ばれ続けていたんですから。しかも15歳、
1993年のデビュー戦で4得点を挙げる活躍を見せたのですから、澤穂希選手の存在は将来の女子サッカーを背負わせるためにあったとも言えるでしょう。そんな澤穂希選手が逮捕、そんなわけはないですよね。でもこれまた面白くて、なんと澤穂希選手にすごく似ている人が逮捕されたことで、こんな噂が立ったようなんです。この方は一般人の方なので写真は載せられませんが、気になる方は澤穂希逮捕を見てみてください。クスッとくるんでぜひ見てみてみてください。結構似てますよ。澤穂希選手が創価学会の会員なのかという噂が飛び交っていますね。これもただの噂ですが、原因は創価学会が発行する雑誌塩に澤穂希選手が搭載されていたからのようです。創価学会疑惑が出たのは、創価学会の塩という雑誌に澤選手が出ていたことがきっかけのようです。でもあの塩という雑誌に出ているからといって創価学会というわけではないようです。まあ仮に澤穂希が創価学会だとしても信仰は自由ですからね。それでショックだとかは言ってはいけないのかなって思います。澤穂希選手が創価学会だと言えるわけではないですね。2012年3月にポルトガルで開催されたアルガルベカップの途中で体調不良になり、検査した結果良性発作性頭位めまい症と診断されたそうです。8月にロンドンオリンピックも控えていたことで大きく話題を集め心配されましたが、すぐに復帰されてロンドンオリンピックでも活躍されてよかったです。佐々木監督もこの症状を患ったことがあったそうで、良き理解者が監督であり側にいてくれたことは精神的に澤選手にとって大きかったのではないでしょうか。先日女子アメリカ代表のチームメイトと同性婚を発表したアビー・ワンバック選手が、澤穂希選手がこの病に苦しんでると聞きつけ、わざわざ澤選手が遠征していた鹿児島まで出向き、絶対に克服できる、また五輪で戦おう、でも次はやられないよとの言葉を述べたそうです。まだ澤選手はウォーキングしかできない状況でしたので、そんな言葉を述べられた澤選手は号泣したそうです。澤選手とワンバック選手は以前アメリカでチームメイトだったそうで、澤穂希選手が日本人だけではなく世界中から愛され尊敬の念を抱かれている。2015年の女子ワールドカップはカナダでの開催です。前回王者として臨むワールドカップは相当難しく厳しい戦いが予想されます。前回王者といえども次回のワールドカップ出場が確約されているわけではないんです。男子サッカーとは違い、ワールドカップアジア予選という形ではなく、2014年に開催されるアジアカップがワールドカップ予選を兼ねているようです。この AFC 女子アジアカップは2014年の5月14日から25日にベトナムホーチミンで開催される予定です。なかなかの短期決戦ですよね。前回王者とはいえここで負けたら次回のワールドカップに出場できないんですよ。これは注目の戦いになりそうですね。ちなみにこのアジアカップの上位5カ国がワールドカップ出場権を得られます。出場する国は予選を勝ち抜いたタイ、ベトナム、ミャンマー、ヨルダンの4カ国と、予選免除の日本、オーストラリア、韓国、中国の4カ国の計8チーム。8チーム中5カ国が出場権を獲得できるわけだから。ってそう甘くはないですよね。前回も出場権3枠の3カ国目に、プレーオフで勝ち残ったのが我らがなでしこジャパンでした。2015年は澤穂希選手もまだ37歳。全然活躍できるはずです。まだまだ澤穂希選手に、女子日本代表を引っ張っていってほしいと思っている人は、多いはずです。
20年以上にわたってサッカー女子日本代表、なでしこジャパンの顔として活躍し、今季限りでの引退を発表した澤穂希が17日、東京都内で記者会見し、最高のサッカー人生でした、と現役生活を振り返った。12月17日に引退会見を開いた女子サッカーの澤穂希。引退を決意した理由について、心と身体が一致せず、トップレベルで戦うのが難しくなったため、と説明している。会見では繰り返し、心と身体の不一致に関する質問が寄せられた。12月に入って自身で引退の決意を固め、家族、関係者らに伝えた。今季前も現役続行か引退かでしばらく悩んだという。澤は2011年女子ワールドカップの初優勝に貢献。翌12年のロンドン五輪で銀メダルを獲得した。今夏の W 杯カナダ大会で準優勝した直後に、選手生活への満足感があり、少しずつ引退へと気持ちが傾いていったことを明かした。澤は6大会連続で W 杯に出場。五輪にも4度出場を果たした。国際 A マッチ205試合出場。83得点はいずれも男女を通じて国内最多。現役最後の大会となる皇后杯全日本女子選手権で、チームは8強に進んでおり、最後は笑顔で終わりたい、と意欲を見せた。これからも澤穂希選手を応援していきましょう。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。